とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備、出てきました。使ってみましょう。ラギッドな登山装備ですね。見た目はね、なんか、ゴーグルをかけてて、可愛い感じで、意外と好きなんだよね。でも、能力がさ、あんまりよろしくないのかなと思うんだよね。やっぱり軽減はついててほしい。でもね、ノックバック耐性っていうのが意外と欲しいって思うところが結構あるのよ。特にボスラッシュとか。そういうところで使っていけるのかな。まあ、とりあえずこれ、黄金がタンブルビー3です。で、エンチャント、ここは、何でもいいと思うんだよね。タンブルビー3だから、ビーストバーストも向いてます。でも、毒フォーカスかな。怒りを使っていくなら毒フォーカスを入れてていいんじゃないですか。で、無謀。厳しいかもしんないけどね。でも、263なんで、そこそこ耐えれると思います。で、ここはもちろんポーションバリア。はい。これでちょっと、試してみましょうか。それでは行きましょう。プレイヤーの HP が 20% 増加して最後の叫びを持ってる。で、敵は弱体化を持ってるっていうやつですね。なかなか厳しいかな。なるほど。やっぱり火力はある。それはもちろんね。無謀がついてるので火力は抜群だよ。で、これでいけるかな。多分一発食らえば相当痛いのよ。むちゃくちゃダメージは受けて痛いと思うので、さあどうでしょうかね。 OKOKOK。 とりあえずポーションバリアさえ切れなければなんとでもなる。おい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 、ひどいな。ひどいのが突き出しましたけども、どうだろう。旗は全部探していきますね。この先にも確かいるよ。いた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 。さあ2回目は何が出る。ラグいな。弱体化だからね、攻撃力が 40% だいたい下がってるのよね、常に。それがちょっと厳しいかな。脅威ですね。 OK。 今回は6体いてくれるかな。あ、ちなみに、出入り1です。1なので、そこまで難易度は高くないと思います。中間地点でーす。これ、わかった。あのね、6% 吸収も、あと、あれ、ヘルスシナジーもついてないので、痛みとはね、相性が悪い。回復しないもん。ゴリゴリ減っていくので、ちょっとね、痛みを使うならば、注意が必要かな。全然回復しないのよ。なのでちょっとそこは注意して戦わないと死にますね。ただ強い、ものすげえ強い。やっぱりね、タンブルビーっていいね。タンブルビーはいい。まあ、とにかく敵のターゲットを取ってくれるので、こっちにねダメージがほぼ来ないの。まあ、来るには来るんだけどね。でも、ほとんどのタゲを取ってくれるんで、すごい使いやすい。もう、特にね、クリーパーの処理とか、最高やね。クリーパーが勝手に爆発してくれるので、これはすごくいいですね。で、この、今の感じで、リーフリーフがこっちに攻撃してこない。これは戦いやすいよ。よし、終わりかな。この先にいるかな。多分いるよね。多分この先にはいるでしょう。やば、ポーションバリアは注意していかないと。で、あのね、槍を使ってくるやつ、あいつにノックバック耐性がなんかいい感じになるかなと思いきや、あんまり変わんないんだよね。あんまり意味がない、もしかして。なんかそんなにね、
メリットを感じなかったんだよね。やべえな。オッケー、よし、突っ込みましょう。はいはいはい、オッケー。次は神秘なんだ。あれちょっと拾えない。うん、40% がクリーパーに変わるか。ああ、ちょっと嫌だな。170% 攻撃力が上がってる。あ、HP が上がってる。クリーパーがね、ちょっと出すぎると、戦いにくいだろうな。それでは後半戦行きましょう。キャプテンがここまででいなかったのを見ると、洞窟の中にいるかな。洞窟内に2体いてくれれば嬉しい。 できれば神秘がいてくれるといいかな。えらいこっちゃな、これえらいこっちゃに敵がいる。うわー、 OKOK。 これ今現状でさ、ポーションのクールダウンマイナス 40% じゃないやつ、勇者とかそれ以外のやつに慣れちゃったので、これ勇者今装備したら相当使いやすいだろうね。あれ今つけたら多分やばいと思う。あー、危ない、危ねえ。ちょっと待って待って、ハチたちを頼む。ナイス、これができるからね、タンブル B は使いやすいわ。タンブル B はいい。で、やっぱり痛みとのね、相性が悪い。痛みつけるならばヘルスシナジーが必須か。これはちょっとそれが分かっただけいいとしよう。ヘルスシナジーないとね、ガシガシ減ってくのよね。はいはいはい、この先まで行きましょう。はいはい、ある程度敵を倒してね、ポーションバリアはいつでも発動できるようにしとかないと死んじゃうからね、注意していきましょう。この先が結構敵が多いゾーンなので、ここで使っていこう。じゃあ多いな、特にスライムが。常にこっちは攻撃力が 40% 減少してるっていう風に思って戦った方がいいね。いたー、いいね。入ってすぐいてくれると嬉しい。脅威か。あー、できれば神秘の方が良かったけどね。あと1体いない、いないか。うわ、やばい、死ぬかも、やばい、あぶねえ。この毒ダメージがとにかく痛いからね。いないか、ちょっと見当たらないね。それではボス行ってみましょう。 HP170% 増加だからな、多分ちょっと時間かかると思います。でも倒せないことはないとは思うんだよね、おそらく。まあまあ正規の手順を踏んで周りから倒していきましょう。きついなあ。あー、これはおい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 、つらい、これはかなりつらい。ちょっと待って、でもさっきなんか変にダメージ受けてたんだよな。 OK、 やばい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 、いや、毒フォーカスのダメージはあんまり期待しない方がいいかな。あ、一応6600万はいくみたいね。いや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 、きついぞ。タンブルビーにちょっとある程度頼んじゃおう。おいおいおい、痛いな。回復が欲しい。全然回復しないし、
はい、ということで今日はこの装備使ってみました。ラギッドな登山装備ですね。まず痛みの武器を使うのであれば、ヘルスシナジーか 6% 吸収は必須ですね。 HP が減りまくって、ちょっと危険になることが多かったです。そして無防、これね、263の防具だったら意外とつけても良さそう。まあ、今回は、20% HP が増えてるとこだったけども、 35% の軽減がつけば今の感じでやっていけるので、無防はね、かなりいいエンチャントなのかもしれませんね。慣れてきたので意外と使いやすかったです。あとタンブルビーは最高だった。リープリーフとかクリーパーの的になってくれるので、すごく戦いやすかったですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。